カルビです。スタミナです。おばさんです。東京アムアムワールドです。こんにちは。カメラマンの彼氏です。カレー彼氏ずっと人気なんだよな。ありがとうございます。さあ本日やっていただくのは今流行りの曲歌ってみた。皆さんはもうおいくつになられますか？それぞれ33です。まあそうですね。はい。なんでおばさん言わないんですか、自分の年齢。まあそれぐらいです。おばさんためじゃん、俺と。まあそれぐらいだよね。33、うん、34です。おばさん風の皆さん知ってますか、最近の流行りの曲。知ってるよ。知ってるよ。わかるよ。当たり前じゃん。そういうのはやっぱ敏感だから。そうそうそう。本当ですか。テレビ好きだし。うん。ええ。ヨネズとかね。うん。ヨネズ、ケンジ。ケンジ。ケンジ。ケンジだよね。ケンジ。ケンジはいい。ヨネズ、ケンジ。いやいや、いとこの子みたいになりますから。ケンジ君。ケンジだよね。ケンジ君。ケンジ。ケンジ君。ケンジ、ケンジだよ。ケンジって言ってる。ケンジね。ジでしょ。うん。ヨネズ、ケンジ。原子だと思うじゃん。あれ原子じゃないの。違う、ケンジだ。違う、急にダサくなりますけど。ヨネズケンジ、そこじゃねえんだよ。ヨネズケンジ、ヨネケン、ヨネケンの海の幽霊とか。あー、海の幽霊。白日とか、春の日とか知ってます、ちゃんと。ヨネズ、本当に知ってます。知ってますよ。知ってますよ。知ってるよ。ヨネズケンジの白日。あとダパンプの海の幽霊だっけ。全然違うわ。それをじゃあちょっと早速歌ってもらいましょう。はい、はい、東京アムアムワールド。さあそれでは初めて歌ってみたカルビさんで白日です。お願いします。時には誰かを知らず知らずのうちに気づけてしまった失ったりして初めて犯した罪を。そんな高い。ひどい。戻れないよ。昔のようにはきらめいて見えたとしても明日へと歩き出さなきゃ雪が降り積む。ずっと高い。高い。今の僕には 何ができるの、何になれるの。君にできるなら、悲しいことばかり言ってらんないような、どこかの街でまた出会えたら、僕の名前を覚えていますか。その頃にはきっと春風が吹くだろう。場所に人生の笑顔が張り付いて離れない夢を歩いてるんだ。街路にいずれさよなら降りしきる夢を埋めて包み込んでくれくれ、今日だけは全てを隠してくれくれ。ありがとうございます。それでは初めて歌ってみたシリーズ、おばさんで、はい、米津玄師で海の幽霊です。この部屋には誰もいない。高いな。風の匂い染みついた椅子が一つ。そんな曲？あなたが迷わないように開けておくよ。きしむと叩いて。何から話せばいいのかな。荒くなる声が震えてるけど、はじめ千歳の、はじめ千歳の、あの夜ちょっと強くなったから、ね、あの夜を忘れはしない、大切な強いな。夏の日に起きたすべて。美和さん、美和さん、酔いとまけど幽霊。ああなるほど。それでは初めて歌ってみたシリーズ、スタミナさんで、はい、あいみょんで
春の日です。持ってるね。あれそんな、うん、そんな縦乗りなのかな。アイオンで。ブナデンブナデン北千住駅のプラットホーム銀色の改札脱いで話と思い出ふかし腰掛けたベンチで蔵は何も見え言えない未来をしたやった。あ、でも結構はっきり歌える。寒さにこらえた。木々と猫が、まるで僕らのコートで、つぼみを咲かせよと、身を揺らしてる。素敵に笑っている。せらないでいい。いつか花束になっておくれよ。それまで待っていてね。これからなの二日よ二人で飽きるまで過ごしてみるからね。最低限の愛を伝えながら、どんな未来がこちらを覗いてるかな。君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごいことが起きるか。もう何もあるんだね。何も幸せ。いつかは一人、いつかは二人、大切を増やしていこう。北千住ああ、ありがとうございました。すわしない。大切な言葉。全然近い2人とも。チャンネル登録、グッドボタン、皆さんよろしくお願いします。